さあ始まりました。本日も IOST のチャート分析させていただこうかなと思います。現在の時刻ですけども、9月17日午前9時54分 YouTube 録画しております。今55分に切り替わりました。というところですね。今 IOST ですけども、今日は 7.73 円ということで、ちょっと下落してきてしまいましたね。 7% ぐらいの下落になってしまいましたということですけども、チャートをしっかり見ていきたいなと思いますけども、まあ、チャートは前回の、ね、展開とちょっと似てるかなというふうには考えてまして、まあ、少しまたね、調整挟みながら、またこのように陰線がね、出た後に陽線が2個ポンポンと出てると思いますけども、まあ、こんな感じになるのが一番ありそうかなというふうには思いますけども、まあ、ちょっとね、下落する可能性もありますので、まあ、要警戒しながらこういうふうになればいいなという形で考えています。まあ、ただちょっとね、メンバーの方とかもこう IOC に威嚇したという情報も入ってきますので、まあ、かなりね、そういう方が増えてきているような印象はちょっとありますね。まあ、エアドロップまでに少し、リハあるものは威嚇しておこうかなみたいな形で、まあ、ちょっと売れるものは売っとくっていう方もね、まあ、全威嚇じゃないかもしれないんですけども、少し威嚇をねちょこちょこしているような方も多いかなっていうふうに感じています。まあ、サポートラインになりそうなところはですね、今ちょっと見ていきますけども、そうですね、まあ、7円のところは当然入ってくるかと思われますけども、それらしき他のところを探すとなると、どの辺になるんでしょうかね。ちょっとあんまりサポートらしきところ、7点、やはりこの辺がちょっと入ってもという感じには見えますけどね。あと、まあ7円割ったところでは 6.97、 ちょっと細かいですけど97とか、ちょっとこの辺まで今日行ったんですかね。今日は行ってないですね。十何日かな、これちょっとその前にそこで一回かツンと跳ね返りがあって戻してきて、まあ、そこから9円まで上がっていったんですけどね、そこからまた今少し9円から8円割り込んでということで動いていますので、まあ、下に来るとしたら 6.9 ぐらいかなというふうには考えていますけども、ちょっとなんかその辺まで来るかもしれませんね。まあ、今後じゃあどうなっていくかっていうのをちょっと皆様と一緒に考察していきたいんですけども、移動平均も随分ね、以前よりは、特に25日移動平均はかなり近づいてきてはいるので、これに沿った動きかなと思われますけども、ちょっとね、この辺の15分足とかで見ると少し下回ってきているのは気になるので、ちょっとデリケートに、まあ、見ていってもいいかもしれませんね。まあ、結構本当に、先ほどちょっと音声の方の収録もしてたんですけども、かなりね、安く、購入された上手な方とか、すごい IOST を以前からね、こう目をつけていて、最近ではなくて、まあ、かなり以前の、まあ、初期からのホルダーの方たちっていうのはかなり安くね、買えていると思いますので、まあ、その方たちが、まあ、別の方がいいなと、ちょっと切り替えてですね、っていうことになると、まあ、ちょっと売れることは正直売れるのかなと思うので、まあ、その辺しっかり見ながらですね、まあ、トレードしていくといいんじゃないかなと思います。まあ、ちょうど今、微妙なところなんですね。このちょっとリセトラにも見えますけど、どうなんでしょうかね。持ち合いになっているわけじゃないんですけども。まあでもここサポートをね、やっぱりこの25日のところに動いて、沿って動いていると思うので、まあ、ここが崩れない限りはまだね、このままいけるんじゃないかなっていうふうには思ってますので、ちょっと25日移動のね、この平均、ちょっとしっかり見ていて、ここ終わったらまあカットして、だったり、まあ、利確してもいいかなっていうふうに考えてもいいのかもしれませんね。まだまだ、楽観論はちょっと危険かもしれませんけども、まだまだね、上がる余地は全然、やっぱり10円ぐらいにはいつか行きそうだなっていうのは思いますので、まあ、回復しそうだなと思うので、まあ、ちょっとね、難しいとこかなって思っちゃうんですけども、ある程度利確をしながら、まあ、エアドロップの権利を持つものは持つといえば、こう柔軟な対応でいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、でも、まあ、ちょっとエアドロップをやっぱ欲しい方は持ってなきゃいけないので、一旦利確して買い戻してもギリギリでいいのかもしれませんけどもね、ちょっとその辺は、まあ、皆さんの投資家によるところだったりとかするのかなと思うんですけども、まあ、ただね、IOST ちょっと 7% 下落してますが、仮想通貨を取り巻く環境としては今のところ悪くないので、まあ、しっかり他のものも見ながらですね、やっていくといいかなと思います。まあ、ビットコインなども今520万円ぐらい。他のものもちょっと安くなってるんですけども、まあ、ビットコインとイーサリアムですね、この辺がしっかりしている間はですね、まあ、また回復しそうだなっていうのもありますので、あとナスダックともしっかり見ていただいて、
本日もナスダックはね、上がってましたので、まあ今のところ仮想通貨には影響がそんなになくて、逆に下支えというかね、そんな感じにも見えますので。まあ、というところで IOST も今ちょっと今日はね、8%ぐらい下落してきてしまっているんですけども、まあ、ですから短期的にはちょっと下目線でもいいのかもしれないですね。今状況的に、まあ、正直にこう現実を受け止めてっていうところで、まあ、7円ぐらいまでも落ちてる可能性はあるかなというところと、まあ、長期的にまあエアドロップをちょっと頭の片隅に置いて、あんまりエアドロップに固執してもいけないような気がするんで、まあ、そこは重要なんですけどね。まあ、ただ IOST のそのエアドロップをちょっとこうなくてもね、考えることはできると思うんですけども、その IOC 自体のこう可能性というか、そこに着目すると、まあ中期長期になってくると思うんですけども、その場合のやり方とちょっと短期のやり方が真逆なんで、その辺は割り切った方がいいかもしれないですね。まあ、長期だったらやっぱりまだまだ買い増しというわけじゃないかもしれませんけども、利確はちょっとね、うまいところでやってもいいのかなっていうふうに、やっぱり自分がちょっと10円で売りたいなとか15円かなとかいろいろあると思うんですけども、そのぐらいまで上がりそうな気はするんですよね。まあ長期でしたらね、ほんと何十年とかじゃないかもしれないですけど、まあ1年、最低1年とか、そのぐらい持っていれば、まあ価格は1年後はちょっと高いんじゃないですかね。まあ今の私はそう思ってますけどね。まあ、ただ、やっぱり売りたくなる、利確したいなっていうのも正直わかるので、それは短期用として少し売っといてリスクヘッジはしながらですね、しとくのが一番でしょうね。だから今ちょっとチャートの見方も結構分かれると思いますね。短期だったらやっぱりちょっと下に行くと思います。7円ぐらいに行ってもおかしくないかもしれないので、まあ、その辺に行くまでに少し利確をして、まあ、少し軽くしておいて、で長期のものはまあエアドロップ含めて権利も取って付与されるのを待って、まあ、どういうふうに、まあ、取引所にとか販売所によって対応違うかもしれませんけども、まあ、その形で付与、まあ、権利を取ってですね、しっかりまあ、そういう形で増やしていくみたいな感じでやっていってもいいんじゃないかなと思うので、まあ、長期用はちょっとまた全然ね、まあ皆さん長期の場合は全然もう売るつもりも多分ないと思うんで関係ないかもしれないですけども、でその短期の方をしっかりどこで売るかですね、今なのか、しばらく回復してからやっぱり短期の分は利確8円ぐらいにしちゃおうかなとか、ちょっと戦略をもう一回しっかり確認していただいた方がいいですね。そうしないとこう、例えばこれ楽観してて、この7円ぐらいとか、割り込んでくることも全然、まあ、6.9割り込んでね、6.5とか6.0になる可能性は全然あるんですよね。まあまあ、そこまでいくと買い物入りそうですけども、まあ、たださっき言ったような背景で売れることもできる方がいっぱいいると思うんで、まあ行くこともあるなっていうのはちょっと忘れないで、まあエアドロップだから上がる一辺倒じゃなくて下がったように備えておくのは必要かなと思いますね。まあチャート的にもでかい陰線が出て割り込んできてみたいな感じになると、やっぱりちょっとテクニカルを優先する今の仮想通貨のマーケットっていうのはちょっと売りが入ってきちゃう可能性があるので、まあその辺もしっかり考えて、まあただ投資は自己責任なんで、とにかく売るにしても買うにしてもそのままホールドするにしても後悔ないようにやればいいんじゃないかなと思いますので、ちょっと今日もですね、チャート分析しっかり動きそうなんでね、 IOC もしかしたら午後になると回復してるかもしれませんので、その辺も含めてしっかり対応していこうかなと思います。まあ、今のところは今日、ちょっと昨日より8%下がったっていう状況だったので、ちょっとマーケットにレポートね、させていただいたんですけども、特に目立った動きはね、他のものがあんまりないので、まあ、ちょっと利確が入ったのかなとか、そういう感じになってるような感じはしますので、まあ、それぞれ自分のポジションで対応してみてください。ということで、今回は IOST のチャート分析、以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。